こんにちは、なえなのです。今日は赤色をメインに使った猫ちゃんのようなアンニュイメイクをやってみました。ぜひ最後まで見ててください。それではどうぞ。はい、すっぴんになりました。前髪を留めて、まずカラコンを入れます。デコレイティブさんのカラコン、ラブマイウェイっていう色です。水色っぽい灰色みたいな、グレーみたいな。続いて下地を塗ります。イブサンローランのラディアントタッチプラブラープライマー。これ撮影の時にメイクさんが使ってて、めちゃめちゃおすすめされて買ってしまったんですね。めちゃめちゃ伸びがよろしくておすすめです。続いてトーンアップの下地塗っていきます。素顔のスノーホイップクリームです。今回はブルーの方の白い、めっちゃ白くなる方を塗ります。にゃん。これインスタでも紹介したんですけど、マジでめっちゃ肌の色を白くなる、明るくなるので、白肌にしたい方とってもおすすめです。続いてコンシーラー、セザンヌのやつです。目の下とか鼻の横とか赤みが気になるとこに。続いて素顔のシフォン缶パウダー、これもインスタで紹介アクションしたやつと一緒のやつです。ポンポンポンと。続いてシェーディングするんですけど、いつも通りどこのかわかりません。そしてこちらアディクションザブラッシュ017番、これファンの方にいただいたチークです。オレンジっぽいけど、でもピンクも入ってる感じの、かわいい。ルナソルのスタイリングアイゾンコンパクトで眉毛を描いていきます。このグラデーションになってるんですけど、このグラデーションになってる色をちょっとずつ取っていって描いていきます。ブラシでぼかします。そしたらブラシを変えてノーズシャドウもこれでやっていきます。最近は眉下に濃く入れるのにハマってます。猫みたいにしたいので、ちょっと彫り深く、鼻ちっちゃくしたいのでね。そして今回は小鼻をめちゃめちゃちっちゃく見せたいので、濃い色を入れていきます。ちょんって入れたらぼかします。これ分かりにくいんだけど、正面から見た時にめちゃめちゃ鼻ちっちゃく見えます。続いてハイライト、ロラメルシエのやつです。いつものパカーンと、これ壊れちゃってね、顎と頬骨と、あと目頭に入れます。今回そして鼻筋と鼻先ね、猫ちゃんみたいにちょこんとなるみたいな鼻先と口の上のところに入れます。続いてルナソルのアイカラーレーション、アイシャドウで塗ります。これめちゃめちゃラメがね、いい感じでね、超おすすめです。そしてこれはファンの方にいただいたパレットです。なんか外国のお土産って言ってた。一番奥の赤色を使います。ちょっとこれどこで手に入れられるかな、今わかんないんですけど、似たような色欲しい人は多分キャンメイクのなんかブラウンとか赤とか入ってるやつに似たようなの入ってる。続いてアディクションザアイシャドウ085番、これもファンの方にいただいたやつ、これを目の下に入れます。そしてシュエムラのビューラーでまつげをビビッビビッと上げていきます。そしてヒロインメイクのロング&カールマスカラ、アドバンストフィルム02番、これはもう毎日塗ってます。ブラウンのね、ちょっと赤みがかってて可愛いお色でおすすめ。あ、映像ないんですけど下まつげにも塗りました。続いて涙袋を描きます。 K パレットの、ラブライナーのグレーの色のやつでアイライナーを描きます。
うなぎにしようか迷ったんだけど、ちょっと垂れ目系の猫ちゃんイメージでいこうかなと。あと石灰もちょっと入れます。そしたらリップ、ウズの赤色のリップですね。ウズめっちゃ流行ってるよね。これもインスタで紹介したんですけど使ってます。そしてルナソルのドレスフォー、なんて切るの早い、ドレスフォーリップスで塗ってきます。この赤の色めちゃめちゃ可愛い。これもメイクさんにおすすめされて買ったやつ。そしたら反対側についてるグロスを口の先とだけ塗っていきます。完成。いかがでしたでしょうか。今日の動画も最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンとコメントをよろしくお願いいたします。次の動画もぜひ見てください。バイバーイ。あこ